ならばお断りします。卑怯者。わかりました。いいえ、命令でこんなことされて美味しいわけがないと思います。不快な気持ちで食べる食べ物は美味しくないと言っているのです。ありません。と言いますか、できることなら来ないでください。それが私の望みです。Thank you.
はい。あなたが来なければ良いのではないでしょうか。あなたといると疲れますから。それは何ですか？いいえ。リンゴなのですか？中身は何ですか？いえ、特に気になりません。はい、何でしょう？いいえ。はい。いいえ。気になります。いいえ。そうですか。それで、中身は何ですか？では、今すぐに教えてください。はい、当然です。それで、結局何しにいらしたのですか？そうですか。いいえ。いいえ、いりません。梨ですか？と言いますか、見舞いに来ないでいただくのが一番嬉しいのですが。そうですか。ならばご勝手に。
はい、そうですね。あなたが気が散るようなことばかりするから眠るに眠れないのです。何か私に恨みでもあるのでしょうか。あなたは人が嫌がることばかりして。いいえ、覚えておりません。遅かったね。どうしたの？冬葉ちゃんのところ？そっか。ほら、旦那まで落ち込んでたら仕方ないでしょ。ご飯を食べて元気出して。今目覚めたところでして。は、はい、お疲れ様。所長。社長はまた医務室に行かれるのでちゅか。あまり無理をなさらないでくだちゃいね。
はい。何でしょう。そうですか。別に期待なんてしてませんから、お気になさらずに。それで何かご用ですか？そうですか。また絵本ですか？興味がないものに怒りなんて感じません。私はいつもとさして変わりはありません。ではもう見舞いという行動の目的は達成されたのではありませんか？そう、自分勝手な人なのですね。あなたが楽しくても、私は楽しくはありません。やはり絵本ですか。まだ眠くありません。なりません。迷惑なのでお帰りください。はい、なりません。何でしょう。何を？ですか。全く覚えていませんが。